心配なニュースが飛び込んできた。7月26日、宮内庁は上皇陛下が心不全と診断されたことを発表した。6月以降に受けられた健康診断時の胸部レントゲンにより心拡大、胸水貯留が認められ、MRI 検査で右心不全と診断されました。薬を服用されすでに改善に向かっているそうですが、心配が募ります。皇室記者同時に上皇后美智子さまが後発白内障の手術を受けられたことも発表された。上皇ご夫妻は共に80代後半とご高齢なことに加え、上皇陛下は2012年に心臓の冠動脈のバイパス手術をされ、美智子さまも2019年に乳がんの手術を受けられた。年齢とともにご健康不安は増している。加えて、新型コロナウイルス感染症の第7波が皇室に押し寄せている。7月13日に三笠宮妃百合子様、19日に高円宮家の長女、承子様の感染が確認された。19日には上皇ご夫妻の側近職員の感染も判明しました。身の回りの世話をする助官だったそうで、勤務時にご夫妻との接触があったようです。PCR 検査の結果、ご夫妻ともに陰性でした。宮内庁関係者、天皇陛下をはじめ、皇族方は徹底した感染対策を取られてきた。一方、政府からは緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置などの行動制限策は出されておらず、7月26日現在、公務も細心の注意を払いながら行われている。7月4日には、美智子さまが、小児がん制圧キャンペーンのチャリティーコンサートに足を運ばれ、7月下旬には、秋篠宮ご夫妻の徳島県ご訪問が、8月に入ってからも、秋篠宮家の次女、佳子さまの地方公務が予定されている。コロナ禍で国民との触れ合いが減ったことで、宮内庁内部には、国民との結びつきが薄れるといった、危機感を持つ人もいました。今後も強力な規制がかからない限り、状況を見ながら公務は行われていくと思います。別の皇室記者しかし、人々と触れ合うことはそのまま感染のリスクであり、もし感染してしまったらという不安は尽きない。日本では、5月25日から4回目のワクチン接種が開始された。3回目接種から5ヶ月以上が経過した60歳以上の人や、18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する人などが対象だ。上皇ご夫妻は、今年2月1日に3回目接種を受けられたことが報じられた。5ヶ月が過ぎた7月上旬には4回目接種が可能になったが、ワクチンを接種したという話は聞こえてこない。かねて、美智子さまは、ワクチンの効果や副反応について関心を持たれ、皇室の医療を統括する皇室医務主管や侍医長に熱心に質問をされていたといいます。その上で、リスクとメリットを慎重に判断されて接種されてきました。皇族とはいえ接種状況は個人情報なので、宮内庁は公式発表をしないというスタンスです。しかし、1、3回目の接種に関しては、宮内庁の担当記者が状況を確認し、宮内庁幹部が暗に認めるという構図で報じられてきました。別の宮内庁関係者、